どうも皆さんこんにちは、くんです。今回紹介するのは DOD のワンポールテント S というこの黒いテントを紹介したいと思います、ね、以前僕 DOD のライダーズワンポールテントという似たようなテントを紹介したんですけれども、あのテントは1人用なんですけれども、今回紹介するこのワンポールテント S は3人まで寝れるという違いがあります。まあ、厳密に言うとその他にもたくさんの違いがあるんで、DOD のライダーズワンポールテントとちょっとずつ比較しながらこのワンポールテント S を見ていきたいと思います。ということでこれから、ワンポールテント S を詳しく見ていくんですけれども、その前にこのテントの特徴をさらっと紹介したいと思います。1、ワンポールテントとしてごくごく普通のテントで癖もなく誰にでも使いやすいテントです。2、収納時の大きさは横 52cm、直径 14cm と楽々持ち運べるほどの大きさであること。重量も 3.1kg とインナー付きテントとしては軽い重量のテントです。3、インナーテントだけで使用することができます。4、逆にインナーテントを取り外してフライシートのみで使用することもできるので、タープやカンガルースタイルのような使い方で使用することも可能です。5、ペグにはアルミ製の V 型のペグが付属しています。普通のペグに比べて曲がりにくく地面に刺さりやすいペグです。6、価格が 12,800円とインナーテント付きでこの価格はかなり安いと思います。このテントの残念な点は2点ありました。1つ目はテントの下の部分にスカートが付いていないから風が入り込んでくるので真冬に使うのは難しい点。2つ目は全室が付いていないので雨の日の調理などが難しいの2点です。早速袋からして詳しく見ていきましょう。収納時の大きさは 52cm×14cm で肩にかけて持ち運べるほどの大きさです。今お見せしている映像はライダーズワンポールテントとワンポールテント S を一度開けた後の映像です。つまり僕が一度使って、適当に収納した時の大きさなんですけれども、どちらともほとんど変わりがないんですけれども、ワンポールテント S の方が 3.1kg でライダーズワンポールテントの方が 2.6kg なので、ライダーズワンポールテントの方が 500g 軽くなっています。袋から出すとこんな感じです。 DOD のテントの収納袋は収納しやすいように大きめに作られています。なので初心者でテントの片付けに慣れていない人でも袋に入れた後に圧縮させることができるので、とても便利な機能だと思います。付属品はフライシート、インナーテント、メインのポールが1本、ペグが13本、図入りの説明書が1つ、6本のロープはあらかじめテントに取り付けられていました。以前紹介したライダーズワンポールテントのポールと見た目はそっくりなんですけど、今回紹介するワンポールテント S の方がかなりずっしりしていて、強度的にはライダーズワンポールテントよりもはるかに丈夫になっています。またメインポール入れる袋の下の部分が補強されていました。ここは圧がかかる場所なので破けやすい箇所なんですけど、 12,800円という価格でこういった細かい点までクオリティを上げているのは DOD すごいなと思いました、最初に言っておくんですけども、この日めちゃくちゃ風が強くて明かりの数字が結構変わっちゃってるんで、重さは大体なんですけども、ポールの重さは約 680g、 ペグ13本で 150g、 フライシートとロープ6本で 1100g、 インナーテントのみで 1030g の重さでした。早速組み立てていきます。ワンポールテントの一番の特徴は設営が簡単だということです。まずインナーテントを引きます。この時にペグ打ちできる6箇所にペグを打っていきます。このテントには1箇所しか入り口がないので、入り口を基準に六角形になるようにペグを打っていきます。次にインナーテントに合わせてフライシートをかぶせます。このフライシートも入り口は1箇所しかないので、インナーテントの入り口とフライシートの入り口を合わせて設置します。次に付属のポールを組み立てて、フライシートとインナーテントのドアを開けて中からポールを設置します。これで完成です。この日はかなり風の強い日だったんですけども、めちゃくちゃ簡単であっという間に組み立てすることができました。初めての組み立てだったんですけれども、5分程度で組み立てすることができました。風の状況に応じてロープを張るといいと思います。ちなみにポールを立てる床の部分には補強材が入っていました。テントを張り終えるとこんな感じです。早速 DOD のワンポールテント S の外見を詳しく見ていきましょう。テントの上部に通気口があります。中に硬い板が入っており、マジックテープで接続すると通気口になります。通気口は反対側にもついています。今回使用しているワンポールテント S はブラックモデルです。付属のロープは白でした。黒いテントに白いロープで映えるかもしれませんが、白いロープはぬかるみなどに浸かると一瞬で汚くなるので、個人的には黒いロープの方が好きです。隣に設置した単色のライダーズワンポールテントには黒いロープが使用されています。黒いテントには白いロープ、単色には黒いロープがつくようです。正面の扉を開けてみましょう。扉は正面に1箇所のみです。開けた扉はくるくる巻きにして横に固定することができます。次にインナーテントの扉を開けてみます。
インナーテントもくるくる巻きにして横に固定することができます。このドアを固定するフックが1箇所ではなく2箇所あるのがポイントが高いと思います。1箇所だとどうしてもダランとなってしまいますが、2箇所あるとピンと張れるので僕は嬉しい点です。このインナーテントのメッシュですが、ペラペラではなく結構厚みのあるメッシュで、軽量テントに見られがちな薄い軽量タイプの網戸ではないので、ちょっとしたことで破れたりはしなさそうなメッシュです。一方、ライダーズワンポールテントのメッシュは軽量化のため薄いものになっていました。いい悪いではなく用途による住み分けがしっかりできているなと思いました。インナーテントはフルメッシュでできているんで通気性がいい反面、真冬に使うのは厳しいかもしれません。僕は九州、熊本を拠点にしているんですけど、九州の平地のように冬でもそんなに寒くならない地域であれば一年中使えると思います。早速テントの中を見てみましょう。中はかなりシンプルで、メッシュのポケットがついているがいい、余計なものは何もありません。天井の頂上部分にライトをかけられるように輪っかがついています。輪っかなのでレッドレンザーのようにフックタイプのランタンしかかけることができません。このレッドレンザーのライトは個人的にゴールゼロと同じぐらい気に入っているので、このライトの購入先も概要欄に貼っておきます。またランタンハンガーなどを使って灯油ランタンを使いたいと思うかもしれませんが、天井がそこまで高くなくフックを使用してランタンをかけてもランタン上部とインナーが近いのでインナーテントが溶けてしまう可能性があるので、このテントで灯油ランタンを使う場合は床やテーブルに置いて使用した方が良さそうです。実際に僕が寝てみるとこのようになります。3人まで寝れるテントらしいですが、2人までが快適といった広さだと思います。黒い生地なので単色よりも遮光性に優れています。カメラでは分かりにくいと思いますが、単色よりも暗い室内になっています。単色よりも暗い室内になっているので朝方朝日が眩しくて目が覚めるということも少なくなると思います。このテントはインナーテントだけで使用することもできます。フルメッシュなのでプライバシーはないので使い道があるかは分かりませんが、真夏の完全ソロキャンプの場合は人目を気にせず涼しく過ごせるのでいいかもしれません。個人的にこの機能使い道は分かんないんですけど、ちょっとエロい雰囲気になります。逆にインナーテントを使わずにフライシートのみで設置することも可能です。秋冬は虫もいないのでインナーテントは必要ないと思っている人はこちらのスタイルの方がインナーテント分の 1030g 軽くなるので、こちらの方が向いているかもしれません。かなり痛かもしれないんですけども、黒いテントでカンガルースタイルはかなり痛というか上級者っぽいので、この機能だけを目当てにこのテントを買うっていうのもいいかもしれません。各部の大きさは140、120、90cm、110cm、230cm です。耐水圧についてです。スペック上の耐水圧は屋根が 2000mm、 床が 5000mm となっています。各部の縫い目には全て防水のシームテープ加工を施されており、防水性は高そうでした。このテントの最大の弱点は全室がついていないことです。全室は雨が降っていても調理ができたり、汚れたものを置くのに便利だったり、あらゆる面で便利なテントの機能の一つだと思っています。このテントにはその全室がついていないので、正直言うとちょっと使いにくいなと思いました。脱いだ靴とか晩ご飯を作った後に出るゴミが入った袋とかを置くスペースがないので、正直言うともう5000円出してこの隣に設置している DOD のライダーズワンポールテントを買った方が、幸せになれるんじゃないかなと個人的には思っています。ライダーズワンポールテントについては以前の動画で詳しく説明しているので、気になった方はそちらをご覧ください。こういったライダーズワンポールテント、ワンポールテント S どちら持っているからこそ気づいた点なんですけども、正直言うとライダーズワンポールテントの方が全ての人に使いやすいんじゃないかなというふうに思いました。